さあ、はい、やはりマックス村井チャンネルのパズドラ動画といえばここアップバンクの事務所からお届けするものです。そうですね、落ち着きが違いますね。お家の動画見ましたよ。あれ悲しかったですよ、一人で、うん、あと結構夜中でしたもんね。そうなんです、はいはい、非常に悲しかったです悲しかった。さあそんなわけでいきますか。はい、何に行くかと言えば分かりますか、真央先生。あ、今日あれ今日出てるやつ違うハンターハンターリベンジだ。おお、フレンド設定するぞ。はい、このパーティーだ。おお、実はですね、はい、何度か挑戦しまして。なるほど。あの動画を撮った時以外でも、うん、あのボスにたどり着けない。ハンターハンター難しいな。難しい。いや、私超級普通に負けてますから、コースで行って。え、一番最初ダンジョン出た瞬間に一回行っとこうと思って行って普通に負けました。ホルスで。ほほ。でその後ほうほう、なんとかあの上級クリア機能したんですけどね。なるほど、はい、私は、結局このパーティー何のパーティーかというと初見で挑んだあの時のパーティー。おお。ただこれでしか多分もう可能性だなみたいな気がしていて、はい、これで参ります。はい、参るぞ。リベンジだ、挑戦。3、2、はい、うん、私は初回確かこっちの雲から倒したんだよね、はい、違ったっけ。あれ雲から倒すべきな気がする。どっちだ、予感としては。あ、でも雲がバインドしてきますよ。雲がバインドか、よし、雲だ、うん、そんなわけで雲から行きますよ、うん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 、ちょっとおお、サイレンが慌ただしい、騒がしいサイレンが。この雲に大打撃を与えるわけですよ。行きましょう行きましょう。なんでこんなにもったいぶってるんだと昨日のあのパズドラ Z のあのリズム感はどこに行った行くぞ。はい、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、6コンボ 9.30 倍。おお、いいじゃん、うんうん、いいじゃんいいじゃん。で次もある、よし、次もあるので参るぞ。はい、あいつを倒す。闇行きます。これで、おお、うまいこと。うまい。さすが櫛田姫、これだけのコンボで 10.85 倍まで、6040。よし、ここであれだよね、あれするんだよね。あれ、ダメ、スキルダメだよね。ダメ、参るぞ。回復ドロップを微妙にこの残しながら、うんうんうん、ドロップマネージメントをしながらの、マネージャーマネージャードロップマネージャーをしながらのほぼ全開。よし、6040。はいはい、いいですね、いいですね。まあ多少コンボ数もか、あ、決まっちゃったな、倒しちゃうかな。よし、残った。いいね、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 いいね。赤一色、赤全消し。はい。おのれ、あー、セーフ。9600。びっくりしたな、9600がやばいな。
ハート2コンボ、はい、プラス光をたくさん消そうかな、はい、おお、いっぱい来た、お、あれ、いいでしょう、突破しましょう、バトル2行こう、はい、よし、いいぞ、いいぞ、いい試合早くなった、うん、バトル2ついてる。ここで厄介なのが、コスケ曰くこの女の子の方だっけ、うんうんうん、言ってたよね、確かニコ生の時に、ね、なんでこっちの方が厄介なんだっけ、お邪魔に変換するから、お邪魔、うん、ここお邪魔ドロップ変換ダメージたくさん食らう、このレオルの方がしんどくない、確かに、だってレオルの方もお邪魔ドロップ変換しますよ、だよね、うん、コスキさんごめんなさい、あっちから行きます、レオルから通します、そうか、一旦なんだこの避難、あー、そういうことか、一旦なんすよ、そういうことか、はい、じゃあ女の子から行くか、うん、気持ちわかるわ、水の方が2ターンだから、だったらしゃあないな、うん、行くぞ、はい、1,2,3,4,5、 いいね、いいね、いいね、しっかり全部倒さないかな、あー全部倒した、きたきた、だ、さあこれあれ、コウスケさんの無慈悲なあれだったやつ、なんだっけ、こっちの人を一撃で UFO に倒した、コウスケさんは、そうだ、はい、で私こっちから倒した方がいいんだよな、どうだ、私の場合は、うーん、まあこっちから倒そう、そうですね、ラモットさんから倒そう、で私 HP 全開なので、うーん、まあ一旦盤面を全てオープンにすることを目標としてて、はいはいはい、スキルが全然溜まってね、木の人も一旦なんだな、毎ターンめんどくさい、毎ターンはめんどくさい、ただ行くぞ、はい、あ、惜しい、すべては上、おお、回復ドロップなくなった、厄介だなこれ、回復ドロップがなくなるのはつらい、マイルと、はい、おお、おお、帰ってきた、しゃ、いいね、しかもこれ 12.40 倍、すごい、ついてるね、ついてるね、いいよ、いいよ、何これ、良すぎる、試合運びいい、何この試合運び、ベスト試合運びじゃない、回復一発挟みます、はい、これで次に回復ドロップがないのがちょっと悲しいな、おお、なるほど、なるほどね、お邪魔ドロップだらけなわけだな、いくぞ、はい、ほほほほ、いいじゃん、調子に乗るなよ、おー攻撃力2倍、よし、ここででも回復しとけば耐えられるから、マイル、はい、よし、いいでしょう、8700、毎ターンな、毎ターンな、お前怖いな、よし、いくぞ、ちょっと実はもう一個も聞きたかったけど、まあいいでしょう、いいねーいいねーいいねー、いくぞー、回復ドロップが来ない、回復が枯渇した、防御力がね高いんですね、うーん、これ、うん、これバトル3だっけ、はい、3バトル目、まあ、まだ威嚇を使うタイミングではないな、まだだよな、うん、あ、え、
そうですね、攻撃力が来てないから。いくぞ。さあ落ち込んで回復来ない。おお、ギリギリの戦いになってきた、ね、ギリになってきた。虹番があと4。回復1コンボ、うん、鬼滅2、はい、だな、はい、いくぞ、はい、わあ、怖え、ヒヤヒヤした。危ない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 。これでいいんじゃないですか。いいんじゃない。どうした。お、あ、よか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 。ここで回復1コンボを挟みます、はいはい、回復1コンボ挟んで、お邪魔ドロップ前傾してるな。あと緑消しとけば倒せます。そうやね、はい、その線でいこうか、うん、参ります、はい、うん、回復しろ、いっぱい回復、いっぱい回復。さあ、いいね、いいね、いい回復力、いい回復力。よし、うん、バトル4で、来ましたよ。この、ね、これでしょ、この筋肉でしょ、問題が。その筋肉が問題なんだよな。はいはいはい。で、二次番があと2なんで、はい、スキル使います。スプレッドキャッツ。これで全体攻撃になりました。うん、で、どっちとも、全体攻撃なのでバシバシいきますぞ、はい、コンボ数を重ねたい。マイル、あー、何をやったんだ、私は何をやったんだ。スーパー意味のないことしてしまったな。私がたまに効果をするあれだな。たまに。まあ過ぎてしまったことはしょうがない、うん、まだ全体攻撃続いてるし、続いてる、よし。グッゾン、はい、参ります。4秒の勝負。1、2、3、4、5、6。いいね、いいよ。これちなみにシャープ、相手何どれぐらいくらいの私。あ、そう、あー、そういうこと、そういうこと。あの強敵はダメージどれぐらい。ムキムキがこれです。ムキムキが17,000。万人だったら、半分だから1万7000の半分が8000ぐらいだと、うんうんうん、シャープ、シャープ、プープ様、プープさん、プープ様は4000。じゃあ、あいつが来るときはもう、クシナダ姫だな。クシナダ発動だな。聡明、うん、聡明なるカゴ、信号、信号、信号、あ、聡明なる信号。よし、じゃあ行くぞ、はい、ハート2コンボ、うん、ハート2コンボはもったいないから、まあいいだろう。よし、ここで全回復した。4300食らった、うん、いきます。聡明なる信号、やっとまともに名前言ったな。回復をしつつ、ハートドロップで1回回復をしつつだね、はい、参ります。あ、落ち、まあいいだろう、まあいいだろう。さあ、耐えなさい。すごい、クシナダ先生、すごすぎる。強いね、強、めちゃ強い。あと4でしょ。で、シャーク、もう1回バインドしたらもう来ないよな、バインド。こっち倒すか、こいつ叩きに行くか。
なるほど。の方がいい気がする。いや、わかんない。わかんない。で、今向こうが赤だからな、設定が。シャープと叩くか。虹の番人でね、なんだかんだいけるっちゃいけるもんね。うんうん、耐えられるもんね。はい、よし、じゃあ、蝶の方を叩くか。はい。マイルド。いきます。はい。いっぱいコンボで。いっぱいコンボ作ります。うぞ。あ、つなげ、つなげたくなかったから中途半端になっちゃった。あらまあ、結構強いね。なるほどね。あと1、そうか、でもここでな、威嚇使いたくねえな、威嚇取っときたいよな、威嚇取っときたい、万人使います、防御の構え、いやー相変わらずなかなかしんどい戦いやで、これ、うまくあそこの闇ドロップを落ち込んで呼びながら行きたいけれども、あ、いけそうだな、回復しつつ参ります、はい、右下紫からスタート、行くぞ、はい、おお、うまい、さあ、お、あ、いいねー、来た、やったやった、これいいじゃない、これで倒すでしょ、うん、いけ、おお、あと2だ、だいぶ来た、だいぶ来た、あ、だいぶ来た、遠いな、うん、あと2でこいつな、よし、よし、右上の黄色、はい、右上の黄色でいくぞ、はい、こうしてこう、よし、いきます、参る、はい、お、なるほどなるほど、まあいいか、これでいこう、お、いいよ、あ、次が光がないけど、どうだ、防御の構えがあと1ターン残ってる、助かったな、助かった、ギリギリセーフだな、ギリギリセーフ、え、だったら待って、クシナダと7、あえて食らう、あえて食らうパターン、ドロップマネージャーとして、ドロップマネージャーとしてどう、確かにありだよね、1万7000の半分ですね、うん、ドロップマネージャーとして食らいます、はい、あえて食らう、ハートを残して、はい、ハートを残してて、ムン来ました、万人すごい、超すごい、優秀、今のムンって何、なんか一瞬すげえドキッとしたんだけど、スキル、スキル、ムン回復します、回復にコンボ、てかさ、虹の万人マジで強いよね、強い、マジで強いマジで強いなんでさ、虹の万人ってこんなに強いんだろう、なんで強いの、めちゃ強い、あと3、虹の番人さ、バランスブレーカーだよね、ねえ、こんなに強くていいんですかね、あ、でも威嚇使ってる間に串田さん溜まるんだから、確かに、ね、もうあと2の間にね、倒したら一応保険で倒しちゃう、これ、そうですね、なんかあったら嫌です、なんかあったら嫌だ、いきます、はい、よし、完璧、この試合運び最高じゃない、いや、すごい、本当にうまい、攻略きたぞ、攻略感ある、めっちゃしっかり体調戻せ、え、そう、村井さん、私ね、風の時にこれ言われたんですよ、あざーす、村井さん宛てに、いきなり威嚇でいいかな、
それとも後半のやばい時に使おうか。どう思う。やばい時にメルエム、結構お邪魔お邪魔するんだよねこいつはね。あ、そうですね。単発ダメージ7341、この世の頂点にあるが29000だから4分の1にしたら櫛の滝で耐えられるじゃん一発は、うんうんうん、で威嚇もまだ取っときたいよね。でハートドロップが今たくさんあるがここはとりあえず行くか。光で行こう行こう、行っちゃうか。攻撃再生光どれくらいいけるか、食らわせられるか。混み合っておりますな、混み合っておりますな。混み合ってる。これどうやって分けるんだろう。行くぞ。はい、参ります。下の緑からスタート。1、2、3、4、5、6、7、7。さあどれぐらい当たる、うん、結構いけ。おお結構いった。かつお邪魔ドロップならなかったな。ならなかった。普通のダメージでした ね。ラッキー。一回回復をしながら決めます。はい、いくぞ。はい、赤左上赤上、ね、はい、参ります。うまい。1、2、3、4、5、6。お主なかなか強いな。これ何、お主なかなか強いな。何次の攻撃力が2倍になります。ってことは1万4000ぐらい来るから、はい、万人だな。万人行くぞ。防御の構え。ただこの盤面ひどいな。このドロップのありさま。できるだけ消しに行きます。はい、参ります。はい、攻撃できないね。よし、はい、回復を絶対挟まないといけない、うん、回復含む緑と紫と黄色だと、はい、となるとは絶対だ。行くぞ。通常攻撃だったら万人でだいぶいいですけど。そうやな、そうやな。どこから行こうかな。左端紫から行きます。はい、参ります。あ、待って、どうしようかな。いや、緑に挟まれた赤からいきます。下の、うん、下の、はい、参る。はい、あら、来た。おごめん、私紫つながすごい紫つながってる気でいた。ラッキー、これはラッキー、これはラッキー、ラッキー。これリベンジ果たすな。あっ、やば、いいよこれ。世の力こそが。で、そしたらもうあとは倒しきる。ごめん、威嚇使います。もう何もさせない。威嚇すまん。世の、すごい、これはいいですね。世の力こそが何だって。よーし、いくぞ。こっち、こっち、素晴らしいな、ね、こんなに素晴らしい試合運びができるなんて。いくぞ。はい、あと3、光ない。さっきのでもうちょっと使っといた方が良かったのかな。いきます、はい、ちょっとドロップマネージャーとしての力が問われてる。もったいなかった。
なんという無駄遣い。ハートがいっぱいです。スプレッドキャッツ。ちゃんと考えてパズル組まないとな。あと2だ。あと2。死にたくないしな、こんなところでも。ミスミスと勝ちを捨てるわけにはいかないからね、はい、前行きます。はい、ゴコンボ。また使うことになるとは。行くぞ、聡明なる神明。これで一応耐えられます。前、はい、左下青、うん、ああ、あれ1ですよ。でも私は一体何をしているんだ。しかも黄色ないよ。別に慢心してるわけで。黄色ないよ。なんか全然手加減したわけじゃないんだけどね。手加減する理由も一切ないしね。なぜだ、なぜ、どうしてこうなった。それドロップマネージャーだったはずが。完璧な試合運びだったはずなのに、ね、回復を2コンボ挟むか。黄色もないことだし、これこの後さっきのもう一回、もう一回この世の頂点かな。そうかな、わからん。回復2コンボとりあえずいきます。はい、はい、こんなはずでは。こんなはずではなかったのだ。いきます。どうだ。お、なるほどなるほどなるほど。これ最後ですよ。もう最後最後最後。絶対決めないかんパターン。絶対決めないといかないけない。もうここで決めないともうやばい。ヨガ追い詰められている。ヨガ、ヨガ、このヨガ追い詰められる。光にコンボ行きたいな。これ多分9コ8コンボか9コンボしないと抜けないぞこれ。なるほど。これでも緑も2コンボしないと、うん、緑も2コンボしておきたいですよね。したいな。行くか。うわあ。参るぞ。はい。左端み緑。勝てるかな。これ負けたらコンチニューする。いやでもしないよね、しないよね。全然全然いけますって。いけるよな。行くぞ。はい。左端緑。参る。ああ、落ち込んこない。来い、行け。ああ。攻略動画でしたよ。惜しかったな。はい。
あの威嚇の時をもうちょっと大切に使わんといかんかったな、うん、はいはいはい、はい、威嚇のあの3ターンそうですね、満身がちょっとこの結果を見ました。もう絶対勝ったと思ってしまった。確かに、だって私も絶対勝ったと思った。もうその気の緩みがこの結果を招いた。そのぐらい難しいってことですね、今回はこのダンジョンは。本当にやりよる。まあちょっとコンティニューはせずにいきましょう。皆さんも頑張ってみてください。ただある種リベンジを果たしたと言ってもいいではない。いやちょっと待って、本当？え、ダメ。いやでもこのパーティーで勝てることことは分かったと思う。勝てる勝てる、この動画で、うん、ちょっと村井先生のドロップマネージメント力がちょっと慢心がな、ちょっとね若干あったかなという。はい、じゃあ以上ありがとうございました。